日本毛織株式会社は、大阪府大阪市中央区に本社を置く、毛織物メーカーである。1896年創業。日家の略称、ブランド名で知られる。創業者の川岸清兵により1896年に、神戸で創業される。創業当初から、ラシャやモスリンの製造にかけて、国内随一の生産量を誇ったことでも知られており、現在でも毛織物では、 国内トップクラスの実績を持つ。また1980年代以降からは不動産事業が主力となっている。特に各交換庁や各種学校、鉄道会社などの制服、制服記事や高級ホテル用白毛布などで有数の実績を持つ。戦前は日本海軍屈指の名戦闘機と称された自然改めを生んだことで知られる川西航空機を中心とした。 川西財閥の中核企業でもあった。2008年7月、毛織物メーカーから事業複合体への変革を進めるのに伴い、日家を通商社名とし、契約書類や許認可届を出す際には、従来の正式社名を使用する。株式銘柄略称も、引けから日家となった。日本毛織、加古川工場跡自動車の創業が明治期から始まることもあって、 学生服の分野では、かつての詰め入り式の学生服や女子向けのセーラー服に強い。ちなみに、加古川市にある稲見工場は、制服工場として有名であり、兵庫県内にあるほとんどの公立中学、高校で採用されているという例がある。また国鉄、JR、民鉄などでも、制服としての採用例が非常に多い。 また、稲見工場の外観は建設当時の姿をとどめた、レンガ作りで工場建設当時から95年以上にわたって、現役で生産現場を支えている。近年では、稲見工場の外観を映画やテレビドラマのロケ地として使用されることがある。過去に富士テレビ系列で放映されていた、スケバン刑事に代表される、東映制作のドラマシリーズなどによく出てきた。 黒地に赤いスカーフのセーラー服は同社がドラマ向けに製造した特注品であり、この形式を採用している学校は存在しない。日本経織株式会社の医療繊維事業本部のマスコットキャラクターであり、イラストレーターザ・ロケットゴールドスターの山崎秀明によるキャラクター。ありがとうございます。